回はですね、What is pocket? ポケットとは何かということについて詳しく解説したいと思います。グルーヴとかなり似ていまして、ポケットという言葉を音楽している方ならよく耳にすると思うんですが、よくプロミュージシャンとかいろんなドラマーたちの間でポケットと言われることが多いと思うんですが、まあ聞いたことある方ない方いらっしゃると思いますが、具体的にこのポケットとは一体何を指しているのかっていうこちらですね。これが非常に説明するのが実は難しくて、すごくこう抽象的な言葉なんですね。なので、例えば20人こうドラマーたちが、ミュージシャンがいて、あなたのポケットとは一体何ですかっていうこの質問をされると、おそらく20通りのそれぞれ違う言葉が、答えが出てくると思います。それぐらいこうグルーヴと似たような感じでこう決まった答えはないというか、ただおそらくこういうことを指しているんだろうなっていう察しはつきます。ある人は説明している、一つはこうミュージカルアイディア、こう例えばバンド組んでいたりグループで演奏している時にこうみんな同じサークルで、例えば個人個人こうバイオリン、ドラマー、パーカッション、ギター、ベース、ドラム、まあ、いろんな演奏者がいて、ただこのグループオーケストラは同じサークルの中の中心を狙っている、これを目指して演奏している、これが徐々にいろんなところに動いたりするけれども、みんな同じところを目指してこうやっている。少し演奏中に不協和音がわずかながらあるんですが、ただそれがいろんな人によってその時々の環境によって補完し合うような、そんな感じですね。まあ、すごくこう哲学的でこう曖昧なニュアンスなんですが、これをポケットの一つの要素だと言っています。そして二つ目は、機械的なものじゃないタイムのキーピング、つまりこうクリックとかこうカチカチっと決められたパターンでこう一定のリズムを保っているのではなくて、そのグループ内のグループだったり、その人との関係性だったり、こうコミュニケーションの間の取り合いだったりとか、まあ、結構これってミュージシャンだけでもなくて、こう仕事でもプライベートでも、例えばお笑いの世界、アスリートの世界、いろんなところでこう言えますよね。こう間の取り合い、その場の雰囲気のこのある程度こう決められたフレーズだったり、そういったこうしたらこうみたいな暗黙の了解っていうのはあると思うんですが、それが徐々にこう変化していく。それはもうこう機械的にカチカチっと決められたものではなくて、2人なら2人の間で、3人なら3人の間でこう決まった感じで動いていく、そのキーピングタイムがもう一つのポケットの要素であると。で、もうある方はですね、これはもう基礎的な土台であると、ポケットとは土台、基盤であるっていうふうにも言っています。こう例えば一つ例を出すと、みたいな感じでですね、同じテンポでリズムパターンが3つあったと思うんですが、まあ、大きく分けて3つですよね。まあ、こんな風にこう同じテンポ 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and っていう風にあったとして、これを一体誰がどういう風に感じるかっていうのはおそらく人それぞれなんですが、これをいくつかどの何通りか自分の中で感じて、一体どれが適しているのかを当てはめるみたいな、このフィーリングですよね。
こういったものもポケットの要素であると。といった感じで、すごくポケットって哲学的で抽象的で、すごく目に見えない、こう具体的に何かって聞かれると明確に答えられないような、そんなすごく霊的なものもあるような、でも確かにそれは存在するというか、おそらくバンド経験がある方、もしくはオーケストラで全員でこう長い間演奏していたりしている方はおそらく経験したことがあると思うんですが、1回でも2回でも何回でも、たまにすごいこう何かいつもと違う、もうノリに乗ってるようなこの雰囲気、何とも言い難い、いつもと同じ演奏をしているはずなのに今日はなんか全然違うみたいな、今日はすごく乗ってるみたいな、この感じ、それは体調のせいなのか日によって違うのか、もしくは練習してこううまく上達していったのかわからないんですが、それにしても何かこう違う雰囲気が出てくるみたいな、そんな感じのことでもあるんですよね。これはかなり音楽だけに関したことではなくて、仕事でもいろんなところでおそらくそういったフィーリングっていうのは感じたことがある方はいらっしゃると思うんですが、そういったこともポケットの一つの要素だと思います。といった感じでですね、このポケットなんですが、これをいかに学ぶか、こう鍛えるかっていうことがポイントになってくるんですが、果たしてそのポケットというものは存在しないものを学ぶことができるのかっていう論点に入ってきます。そこら辺はかなりイエスとは 100% 言えないんですが、確実にノーとも言えなくて、ただこれさえ押さえておけばきっとトレーニング訓練はできるだろうという、そういったポケットの練習法、こちらをメンバー限定でご紹介しようと思います。例えばよくコメディアン、お笑いの世界とかでもこう、例えば漫才とか僕は好きなんですが、二人のコンビの間とかこう掛け合いみたいな感じで、例えばお笑いのユーモアのセンスとか、こういったものって学校に行って学べるんですかみたいな、そういった形とすごくこのポケットを学ぶっていうことは似ていて、それってすごく難しいと思うんですよね。ただそれをいかに自分の持っているもの、スキルを上達するか、そのポケットをより感じやすくするかみたいなこと、トレーニング方法っていうのは存在していて、それを、メンバー限定でご紹介するので、ぜひですね、興味ある方はこの下のメンバーになるというところをクリックして登録して見てみてください。それでは後半は、限定動画でお会いしましょう。感じでですね、この3つのトレーニング、これらが自分の中にあるポケットを向上させる、進展させる、発展させるっていう意味では非常に有効的な練習方法となりますので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。